皆さんこんにちは、メルです。久しぶりです。今日は、お友達のアスカちゃんっていう子がお誕生日だったので、みんなでホテルに泊まりました。その時にパチパチその時にホテルのプールにも行きました。今年初めてプールかもしれないかもです。なので皆さん見てください。どうぞ。めっちゃ広いよ。お誕生日おめでとう。ありがとう。全然嬉しくなさそう。わーい。トーンがさ。わーい。わーいのトーンじゃないよね。違うの。だから一緒に過ごせてるだけでね、それが誕生日プレゼントなわけさ。嬉しい。そう、違うが棒だよね。嬉しい。みんな Wi-Fi タブさ、この本のこの中に書いてない？そっちか。どうかも。Wi-Fi 担当。これからプールに行きまーす。カメラマンがいっぱいいるから。着替えた。すごい、なんかアスカちゃんの水着なんかすごいふわふわ。かわいい。から帰ってきたよ。イエーイ。喋ることがない。あすかちゃん誕生日おめでとう、うん、プールに行って疲れたのでルームサービスを頼むことにしました。電話をします。お肉だよ。今日のご飯です。今日のディナーです。おめでとう。出ない。よかった。みんなでありがとう。ありがとう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。なんかさ、まつちゃん、あ、これか、これが邪魔なの。そう。ユー、ハッピーバースデー、ディアアスカちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ということで今日はお誕生日特集でした。バイバイ。はい、ということで今日一日の出来事でした。なかなか最近ちょっと忙しくて動画が撮れないんですけども、これからも、ちょこちょこ更新していくので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。そういうことで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。